SFC 版テイルズ・オブ・ファンタジア RTA 6時間46分31秒、星3。ここから全てが始まった、クッソ著名なシリーズの第1弾であり、隣のトトロのように初版の売り上げはそこまで芳しくなかったようだが、口コミによってクッソ売れたし、続編が80万本の大ヒットを記録したゲームの1作目。言われてみれば、スーファミの中にオープニングを入れるというオーバーテクノロジーだし、ボイスあり、サウンドシステムありと職人の気合がクッソ激烈に入っている作品。この RTA のクッソ激烈にリモールとベネな部分はクッソ激烈に丁寧な解説であり、この RTA よりも早くクリアしているコンテンツはあるが、ビーム兄貴以降は RTA というのは速さではなくコンテンツの面白い動画がおまんじゅうたちは好みであり、ほとんどの動画では速さよりも情報量の型を大切にする。スーパープレイ動画もたしなむけど、ホモ要素がなかったり解説が薄味だとうちらまんじゅうは違う RTA に飛ぶのぜ。RTA 芸人の動画がより好みなのぜ。解説がクッソ丁寧で誇らしいし、ホモ要素もクッソ入っているので子さんのホモ動画のファンには嬉しい仕様。ファミコンのシンフォニアは実は超絶高難易度のゲームだったらしく、 PS 版などでは難易度がマイルドになっているということだったり、 PS とファミコンの違いをクッソ丁寧に説明してくれるし、ストーリーもしっかり説明してくれるし、間延びする場面ではホモ要素を入れることで映像の情報量を上げてくれるので、これ以上ないくらい面白いし退屈しない。全てはここから始まった伝説のゲームのアウトソーシング動画。